ゲオルク・エルンスト・シュタールは、ドイツの科学者、医師である、アンスバッファ生まれ、イエーナ大学で医学を学び1683年、卒業。1687年、ザクセンバイ・マルハクヨハン・エルンスト3世、EN の G となる。1694年から1716年まで、ハレ大学の医学部教授を務め、その後ベルリンで、プロイセン王。 フリードリヒビルヘルム一世の G となった。ベルリンで死去。あらゆる可燃性物質の中には、モエルドという元素が含まれ、燃焼は、これが他の物質と分離する現象であるということを提唱したが、これは、ヨハン・ベッヒハーの持論を発展させたものである。フロギストン説は後に、アントワーヌラボアジエが間違いだということを証明した。また、発光に関しては、 1> 約一世紀半後、ユストゥス・フォン・リュビッヒが展開したのと同様の説を、唱えた。医学においては、ヘルマン・ブール・ハーフェラの唯物論的立場に対して、アニミズム的体系を公言した。また、正規論を唱え、正規によってしか無機物を有機物に合成できないとした。彼の著作で重要なものとして、フロギストン説を展開しているザモテクニア、 フンドメンタリス細部ファーメンタリニツテオリアジェンナリスがある。他にスペシュメンビーチリナム、エクスペリメンタ、アブザーバティネイス、アニニアドバージアンス、カイミッキーフィシッキー、テオリアメディカベラ、アルスサナンジカムエクスペクテイリネなどの著作がある。ありがとうございます。